しかも65歳でもバリバリ働ける、そういう方たち、やっぱり働ける人はどんどん働いていただこうっていうところもあるんですよね。だから年金できた頃とはもう社会情勢が全然違うので、昔の60歳と今の60歳全然違いますよね、うん、まあ、それに合わせて定年もいろんな形を使って65歳に働くようにしてくださいよねっていう方針が変わっていったので、ただでさえその少子高齢化で働く人の人口が減ってるわけですから、実は高齢化と言いながら、あの高齢者の方々の労働力ってすごく大事なんですよね。通路もありますし能力もあるということで、だから法律も変わっていまして、これ今年4月にですね改正法が始まってるんですが、定年の廃止、定年の引き上げ、およそ700メートル先左方向です。今の定年を定めている事業主が決められたということなんですが、実際は半分までいかないんですね。これはせやれだって春川さんでもね、今のところのポジションで60歳で定年になるやんと、再雇用になるやんと、今のあれ外れたけどって言ったら、その辺の若い今までやらないやつもしかせんやん言ってたのが上司なんだり、まあ、今でもそうです。なこと言えないから言ってないけど、今まで春川さんお願いします春川さんお願いしますって次の日から春川君になったりするわけやろ。およそ300メートル先左方向です。大変な気がする。僕とも同じ給料してたら、じゃ あの会社として儲ける若い人たち回れないのかっていう話になるので、高齢者は高齢者の方でその長く働いてもらうけどもお金を徐々に減らす。でもそこに間もなく左方向です。その先右方向です。さらに分岐が続きます。難しいことそれは手嶋さん大変な技術。左方向です。これはあるかもしれないですね。もちろん向こう始まっていまして、必要な日本が探査してるうちに引導しているので、例えば鉄道の設業工事がどんどん進みますよね。外国で日本の人たちは本当に尊敬をされているので、役立っているということですから、お金の問題を超えて、どんどんそういう人たちが耐えられているという現実もありますよね。およそ300メートル先、左方向です。本当にこれ僕らはもう時代なんか本当に60ぐらいからもらえるんじゃないのとか話してたのに、はい、あと15年頑張れっていうね。本当にだって梅沢さんのやっぱお母様世代になると年金がもらえたらちょっと一安心とかホッとされてたっていう、はいはい、そうですよ、だから、ね、公務員の方なんか恩給出てえなとか言うてたんで、そういう時代ではなくなってくる。だから、まあ、法律もやっぱり68歳になれば当然変えていかなければいけないということになるんだろうと思います。さらに間もなく右方向です。その先300メートル先左方向です。お皿がなくても国民年金もらえてますが、これも公務員の団体の制度を変更しよう、だから奥さんにも払ってもらおうという話から、相田さんこうなってくるとはどのタイミングでね、今まで国民年金が保険料納めなくもらえてた、どのタイミングでじゃあ切り替えるかってすごく難しいと思うんですが。